ごめんなさいね。こんなところまで呼び出して。いえ、別に。電車を乗り継げば30分ちょっとでしたから。夏美さんに渚さんか。こうもこの駆け打ちに集中してるとなんだか妙な気分ね。私のおごりだから好きなものを頼んでね。あ、私はコーヒーのおかわりを。レモンスカッシュいいですか？結論から先に言います。沢村くんの件は担当署から県警本部の捜査一課に引き上げてもらうことになりました。そこの課長さんは私の元上司なんだけど、殺人事件として一から調査を開始するとのことです。そうですか。私がどんなに言っても事故だ自殺だって聞いてくれなかったけど、やっぱり刑事さんから言ってもらうと違いますね。ありがとうございます。これくらいのことしかできなくてごめんなさい。それに嬉しいです。浩平君は自殺するような人じゃないのに心の病気にかかっているって決めつけられていましたから、これで少しは彼も喜んでくれると思います。尾崎さん、どこにいるんでしょうね。それは…もしかして…レイナの居場所分かったんですか？分かったんですね。ええ…どこです？それ教えてくれませんか？教えたらどうするの？会いに行きます。その後は？え？会ってその後あなたはどうするの？私はあなたがリュウグウさんに対して怒っていたこと、激しい憎しみを抱いていたことを知っている。だからその感情をぶつけに行くというのなら私は教えたくない。怒りや憎しみにとらわれて復讐したくなる気持ちは理解できる。だけど復讐を果たした後のことを考えてもそう思える？あなたが想像する以上に苦しくて辛いわよ。稲井さん、恨んでいるか犯人を。
う11年だ。ユースケも十分によくやったと君のことを誇りに思うだろう。もうそろそろ自分の人生を取り戻してもいいんじゃないのかね。これが私の今の全てなんです。両親が殺された事件を解決しない限り前には進めないんです。うん、君はそう思い込もうとしていないか。やっぱりよくわからない。尾崎さん、竜宮山の場所を調べるのはそれほど難しいことじゃなかった。多分先生や親御さんたちも知っていると思う。それでもあなたに教えなかったのは、これ以上無用な衝突を避けたいという気遣いからじゃないのかしら。建設的とはとても言えないかもしれないけど、時間が解決することも確かにあるわ。お互いに冷静になって傷が癒えてからでも遅すぎることはないと思う。だからもしもまだあなたがレイナさんのことを恨んでいるのだとしたら、会うのはまだ先でもいいんじゃないかしら。そうかもしれません。でも私は今レイナと話をしたい。話したいんです。怒りや憎しみとかじゃないんです。なぜこんな事件を引き起こしたのか、なぜ事件後何も言わずにいなくなったのか、聞きたいこと、話したいこと、ぶつけたいことは山のようにあります。ひょっとしたらあなたの言う通り、お互い頭に血が昇って言い合いになっちゃうかもしれません。それは否定しません。でも時間が経てばもっと話す機会がなくなるような気がするんです。今でもいろんなことを考えて、想像して、自分の記憶からレイナのいいところをどんどん追い出して、悪いところばかりを強調して上書きしている自分がよくわかる。それに、きっとあの子だって。だから、何もかもが嫌な思い出ばかりになってしまう前に、会って話をしたい。それだけなんです。だから、お願いします、ミナイさん。尾崎さん。ミナイさん、教えてください。レイナは今、どこにいるんですか？お願いします。約束してくれる？
約束してほしい。どんなに憎いとか恨みとかを抱えていても、決して最悪のことだけはしないって会って話をする。それ以上のことはないと、お願い。ミナイさん、仲良く会いなさいってお願いするのは絶対無理だと分かっている。だけど、もうこれ以上の悲しい事件は見たくない。残酷な言い方だけど、どんなに憎しみや恨みを晴らしたところで、壊れてしまったものはもう元には戻らない。だから、約束して。わかりました。約束します。南沢村、ここがエイナのいるところなんですね。これは？私とレイナです。小学校最後の遠足で撮ってもらったんです。あの事件の後、写真は全部燃やしちゃって、残ったのもうこれだけなんです。渚ちゃん、私たちずっと大切な友達でいようね。大人になって離れ離れになっても、どんなことも話し合って相談できる仲良しの関係でいようね。忘れてたんだろう、なんで忘れようとしてたんだろうって今さら後悔しても遅すぎるんですけどね。信じてくれないかもしれないけれど、あの頃は私たちすごく仲良かったんですよ。お買い物にも行ったり、お互いの家に泊まって夜遅くまで話し込んだり。この写真捨てませんでした。私たちはすっかり変わってしまったけど、
これを大事に持ち合っていた頃の楽しい思い出まで捨てたくなかったから。だから尾崎さん、康平くんがいて、みんながいて、レイナがいる。戻りたいな、楽しかったあの頃に。なのにどうして。私、車に乗ってきたから、よかったらこの傘、持っていく？いえ、大丈夫です。大牧の駅に着いたら、母に迎えに来てもらいます。いろいろありがとうございました、美奈さん。私、警察ってあまり好きじゃなかったけど、美奈さんは別です。また、相談に乗ってもらってもいいですか？ええ、もちろんよ。よかった。それじゃ、尾崎さん。情けない話だけど、私、まだ迷っている。あなたとリュウグウさんを合わせることが正解かどうか、正直わからない。みんながあなたたちのことを心配して合わせようとしていないのに、私は正反対のことをしている。だから他人に言わせれば、私はとんでもなく薄情でひどい仕打ちをしようとしているのかもしれない。でもあなたには道を踏み外してもらいたくない。見知った人たちが不幸になるのを見るのはたくさん、本当にたくさんなの。今さら自分勝手な言い分だってことは分かってるんだけど。美奈さん、違いますよ、美奈さん。え？あなたは優しい人です。世界中の誰が何て言っても私はそう思います。嫌なことは忘れた方がいいってよく言いますよね。私、いろんな人にそう言われて何度もそうしようと思っていました。でもそれって間違いだって、レイナとの写真を見つけた時に気づいたんです。間違い？はい。忘れることと隠すことは同じじゃない。目を背けて耳を塞いでも傷跡も記憶もしっかり残っているんだから。だからもし忘れようと思うなら、ちゃんと一区切りをつけて整理をつけないと自分の心と頭の中から消し去ったりできないんだって、私そう思います。私、レイナのことが大好きでした。康平くんのことが好きだって相談したとき、レイナは一生懸命私のために協力してくれました。
ううん、それだけじゃない。勉強の時も共同実習の時もレイナはどんくさい私に最後まで付き合っていろいろと手伝ってくれたんです。だから私レイナに憧れてた。こんな優しい子に私もなりたいっていつも思ってた。だけど本当は違ってた。レイナも家のこととかですごく大きな悩みを抱えていたんです。でも私はそれに気づかなくて、いつもあの子に甘えて、裏切られた時に友達じゃないって憎んだり恨んだりしたけど、理解していなかったのは私も同じ。友達失格だったのはひょっとしたら私の方かもって今なら思います。小崎さん、だから私今度こそレイナの本当の友達になりたいんです。もし私の知っているレイナなら、自分のやってしまったことを後悔して今もきっと苦しんでると思います。あの子が憎いとか悔しいって気持ちはすごくあるけど、でもやっぱりあの子のことを信じてあげたい。そして今度こそ私は自分にできることをしたい。言い合って、ぶつけ合って、最後はあの子を許してあげたい。それが私の本心です。優しいのね、あなたは。ありがとうございました、ミナイさん。あなたが私の話を真剣に聞いてくれたから、私自分の本当の気持ちに気がつくことができた。それにあなたが言ってくれた言葉も本当は嬉しかった。あの言葉を覚えていたから、私もう一度あの子が大好きだった自分を思い出すことができたんだと思います。私の？だけど沢村君は竜宮さんの紹介であなたと交際するようになったのよね。それなのにそんな優しい子がどうして彼を傷つけようなんて考えたのかしら。あの時あなたはレイナがそんな子じゃないはずだって言ってくれた。言われた時はなんであの子をかばうんだって腹が立ったけど、落ち着いて考えると確かにその通りでした。きっと何かがあってあの子は変わってしまっただけなんだ。だから一方的に責めるんじゃなく、もっと話をよく聞いてあげたいって気持ちになって。小崎さん、本当にいろいろありがとうございました。いい報告ができるよう頑張ってきます。うん、うまくいくことを祈ってるわ。はい、それじゃあさよなら。まあ、よかったんじゃない？多分お姉ちゃんは、その子にとっていいことをしたんだと思うよ。だったらいいんだけど。
何するのよ。何するのよじゃないよ。いつまでもくよくよ考えたって、サイコロはもう投げちゃったんだから、人事を尽くして年明を待ちなさいっての。ほんと、あんたはつまんないことばっかり物知るよね。それならもっと同行法をしっかり覚えなさいよ。違反切符貼り間違えてクレーム受けたの、これで何回目だ。標識が木に隠れて見えなかったんだからしょうがないでしょ。むしろこっちが市役所に文句つけたいくらいよ。大体あれ見ないじゃないか。ん？あ、塚田先輩。いや、本当に会えたよ。奇遇っていうか、ここまで来ると奇跡だよな。あ、そうですね。先輩はお仕事で？ああ、まあな。この町の佐伯総合病院で来週千葉先生が講演会をやることになってるからさ、そのセッティングの打ち合わせをしてきた帰りだよ。そうなんですか。本当奇跡みたいですね。あれ、ひょっとして君見ないの。妹のまどかです。ご無沙汰してます、塚田さん。へえ、あのおちびちゃんがこんなに大きくなったんだ。俺の覚えてるのっていつもあんな気顔で見ないの後をついていってた記憶しかないからな。大きなお世話です。今じゃ私の方がモテてしっかり者なんですよ。うっさい。そういやさ、ミナイ、あの時の約束覚えているか。え、ほら、今度もし会えたらお茶でもって言っただろ。だからいきなりでなんだけど、早速どうだ。食事でもいいけどな。久々に会ったんだし、ちょっと話でも聞かせてくれよ。あ、まあいいかな。あのさ、窓。すみませんね、塚田さん。私これからお姉ちゃんと買い物なんですよ。お姉ちゃんに服を見繕ってもらう約束なもんで。え？それにさすがに再会していきなりデートってのはナンパみたいでどうかと思いますけどね。今日は次の約束だけでちょっと勘弁してもらえませんか？窓か？へえ、今日は妹さんとデートか。電車でかい？いえ、私の車で来てるんです。ほら、あそこの駐車場の赤いやつ見えますか？
っか。あ、いや、すまんすまん。久しぶりに二度も会えたからさ、つい嬉しくなって。悪いな、ミライ。いえ。じゃあ、今度暇な時にどこかで食事でもしよう。近いうちに一度電話くれよ。渡した名刺、まだ持ってるか？あ、はい。また連絡しますね。頼んだよ。それじゃ。どういうことよ。別に。別にって、あの人は私の高校時代の先輩で、すごくお世話になった人なのよ。なのに、あんな対応はないんじゃない？知ってるわよ。高校時代の先輩で、陸上部のキャプテン。生徒会長もやってて、副会長の自他ともに認める彼氏候補様。違いましたか、副会長さん。う。あんた、ひょっとしていつもの仕返し？あんたと所長の仲を邪魔してるから？違うわよ。ただ、ちょっとね。私、あの人嫌いなの。初めて会った時から腹の底で何考えてるか全然わかんない人だったからさ。なんでお姉ちゃんが付き合ってるのか理解できなかった。まどか？ごめんね。え？なんで謝るのよ。うん、ただなんとなく。でもそれだったら私が先輩と付き合い始めた時にも言えばよかったのに。仕方ないじゃない。お姉ちゃんは男を見る目がなかったんだからさ。悪口言われたと思って喧嘩になるのが目に見えてたし。ぶっ飛ばすわよ。大体、あの仕草ははっきり言って、男として最低だね。あの人、お姉ちゃんと話してる最中に、左手をポケットの中に隠したでしょ。バレバレだっつうの。そもそも、昔の知り合いと道でばったり会ったからって、いきなり食事に誘う？しかも、初対面が。ありえないよ。まあ、ね。電話、するの？ううん、しない。食事する理由、ないからね。ま、藤田くんの奥さんと、あんなことがあったばかりだからね。もう、ゴリゴリよ。確かにそうよね。笑いすぎだ、この野郎。ま、先輩の話はこれくらいにして。買い物終わった後の夕食は、何する？あ、じゃあ、おすすめの店があるよ。この前カオルさんと行った時にすっごく美味しくて。あんたわざとか？うわ、失言でした。
ああ、美味しかった。だからって5人前は食いすぎだっつーの。隣の席のカップル、異星人を見るような目で見てたわよ。しょうがないじゃない、お腹空いてたんだから。それに先輩との出会いを邪魔したんだから、これくらい当然でしょ。しつこいな。それにどんなに未練があってもあっちは再会者よ。不倫なんかやったら死ぬまで笑ってやるからね。わかってるっての、冗談よ。だからお姉ちゃんの冗談は分かりにくいって。ふう、これでしばらくまた猫まんま生活だよ。もうシュールなこと言わない、ちょっとくらいなら貸すわよ。いいよ、それならカオルさんに借りるし、お姉ちゃんは自分でちゃんと貯金して。どうしたの、まどか。はっちゃー、しまった。車に鍵かけっぱなしだった。はあ、何やってるのよ、それじゃ締め出し。そういうことになるね。ったく、どうしてあんたはそう抜けてるのよ。車降りるときは普通鍵抜くのが常識でしょうに。いやー、カールさんの家ではメイドさんが全部やってくれるから、なんか感覚鈍っちゃって。嘘つけ、ブルジョアぶってんじゃないわよ。年のいった家政婦さんしかいないってこの前言ってたじゃない。バレたか。で、サービスセンターの夜間対応の電話番号は？あ、ちょっと待って。車の中に置き忘れちゃったかな。ん？何？私の車に、あれ、人？車上荒らし？こら、あんたたち！何が？あなた、なぜ？
の子がやったのか。マドカ、状況はどうかね。今鎮静剤を打ってもらって眠ったところです。怪我も大したことはありませんし、大丈夫かと。そうか。君は大丈夫なのかね。平気です。受け身を取った時にちょっと腰と肘を打ちましたが、ただの打撲です。無理はするなよ。事故の死傷者は二人、全身やけどなどで意識不明の重体だ。一人はなんとか命を取り留めたようだが、口と喉を傷つけたようで、事情聴取は当分無理だな。通行人やその他の人に怪我はありませんでしたか？ああ、不幸中の幸いだった。数台の車が爆風と破砕した部品で損傷したとのことだが、当時駐車場には誰もいなかったようだ。夜でよかった。昼ならこんなものでは済まなかっただろう。所長、この後予定は？いや、特に。できれば、まどか君に付き添ってやりたいのだが、構わないだろうか。お願いします。私は現場に戻りますので。それでは。皆さん、大丈夫ですか？俺、県警からの緊急連絡を聞いて、ここに。ちょうどよかった。藤田君、現場まで乗せていってくれる？え？あ、いや、それより、美奈さんのお怪我は。私は平気。それより、現場を見ておきたいの。多分、これは事故じゃないから。それじゃあ、車が爆発したのは事故じゃなくて、誰かの故意？ええ、そうね。駐車場に入る前から、嫌にガソリンの匂いがきつかったし。それに、今時エンジンを始動せずに車が爆発するなんて、偶発的な事故ではありえないわ。それにしても、
一体何なんですかね。駐車場の車を爆破するなんて正気の沙汰じゃありませんよ。まったくね。テロか愉快犯か知らないけど、理解する気にもなれないわ。にしても今日は変な車の事故が多すぎですよ。大巻では女子学生がトラックに轢かれて死んだっていう話ですけど、その子車道に大の字になって寝ていたって話ですからね。一体何を考えていたんだか。大巻、着いたら母に迎えに来てもらいます。竹内署交通課より連絡。大巻の国道でトラックに轢かれた女子学生の身元が判明。氏名は尾崎渚。頭部圧迫破壊により心肺停止状態の模様。繰り返す。藤田君、大至急で大巻に向かって。え？